その声、ケイさんか。こんな時間にどうしたの？これが気になるのは当然か。これは糸は福間の太刀でね。福間？魔を伏せる、すなわち秋の類を放牧する特別な力を持っている。お守りみたいな？のようなものだね。Kさんは霊の存在を信じる方かな。霊って幽霊の霊だよね。少しは。それなら話が早くて結構。信じる信じないは好きにしてもらうとして、私はそういった方面に足を踏み入れている人間でね。お札？魔除けの呪札、ケイさんに差し上げよう。え、くれるの？先ほどこの辺りにそういった気配を感じてね。これを部屋の四隅に貼っておけば、よほどのもの以外は入ってこない。私がここに来た時にはすでに退散した後だったが、まあ用心に越したことはない。持っておくといい。ありがとう。では、ケイさん、安らかな良い眠りを。うん、おやすみなさい。あ、おはようございます。おはようございます、ハトさん。夕べはよく眠れたかしら。あらあらあら、何か問題あったかしら。あ、そのちょっと夢見が悪かっただけで。そう、昨日はいろいろ大変だったみたいだし、いろいろ疲れてたのね。かも
しれないです。私どこでも眠れる方なんですけど、旅行の経験ほとんどないんで。それじゃあ大変だったわね、こんな不便なところに来るのは。ええ、まあ。ところでおかみさん、何かしら。この旅館って準備すると良いかもしれません。ニュースの時間です。昨夜未明、蛇塚郷土資料館に展示されていた鏡が盗難に遭いました。この鏡は632年に遣唐使によって日本に持ち込まれたという古いもので、当時神職にあった中富氏に譲渡されたものと記録されています。してるけど、どうかしたの？いや、私の方も特には。そう？うずきさん、もしかして納豆嫌い？する必要があってね。特に昨夜のようなことがあった以上、私はこのネギを口にするわけにはいかないんだ。はあ？美味しいのに。
それほどあなたが言うのなら一つ試してみようじゃないか。そうしげしげと見なくてもいいだろう。ごめんね、食べにくいよね。そうだケイさん、糸引き納豆を最初に作って食べたのは源の義家だそうだね。開いた頼朝とか牛若丸の義経とかと同じ源氏の人だよね。そう、彼ら兄弟の曽祖父にあたる。その義家は坂の上の田村麻呂や藤原の秀里と並んで武人の誉れとされる人物でね、八幡太郎は恐ろしいあと今用に歌われているほどなんだ。やはり義家も鬼切りの武人として朝廷にまつろわぬ民の住まう大宇の土地を平らげに軍を率いて打って出た。その時兵糧のといっても軍馬の資料だったそうなんだが、煮豆を藁に包んで携帯していたところだね。あ、そうか、納豆って藁に包んであるよね。遠征中は兵糧を確保するのが困難なだけに、飢えに瀕した義家は納豆を食べることになったわけだ。戦地だった金沢には納豆発祥の地という石踏みがあるそうだよ。なるほどなるほど。相手方だけじゃなくひもじさとも戦わなきゃいけないからね。まめまめしいだけじゃダメだよ、粘り強くいかないと。で、それでネバネバ糸引いてるわけですかい。そいつは納豆くってもんですね。外しちゃった。今の小話は？実はこういうのが好きでして、うちの学校に落ち券があったら私入ってたかも。なるほど、即席にしてはよくできている。それはどうも。とはいえ同様に義経や加藤清正、伊達政宗、果ては聖徳太子がと諸説あるから、領職由来という話は眉唾程度に思っておくべきだがね。へえ。ところで宇月さん、今日はどうするの？どうするとは？よかったら一緒に街を見て回ろうかなって。
誘ってくれたところを悪いんだが、私は用事があってこの土地に来ているんだ。そうなんだ。すまないね。また夕食時にでも会おう。うん、じゃあまた。あらあら、そんなに肩を落とさなくても。あらあら、びっくりさせないでくださいよ、おかみさん。ごめんなさいね、ハトーさん。でも誘いを断られたことはそれほど気にしない方がいいんじゃないかしら。別に気にしてなんか。千葉さんはお家のご用で来ているそうだから、いろいろと忙しいのかもしれないもの。え？うちのお仕事？しあさってにお祭りがあるのよ。そういう意味ではいい時期に来たわね。はあ、お祭りですか。少し前までそのお祭りを取り仕切っていたお家があったのね。でも急にその人たちがいなくなってしまったそうで。それがうずきさん？多分そうよ。千葉さんっていつも金蘭っていうのかしら。檻の袋を持っているでしょう。はい、駅で最初に会った時は手荷物あれだけだったんで、てっきり地元の人かとも。千葉さん、他の荷物は宅配便だったから。わ、そんな手が。それでお宿入りの時に何が入ってるのかを聞いたらね、見せてくれたのよ。なんと鞘から柄までお仏壇みたいに金色の刀だったのよ。なんでも平安時代に作られたありがたいご神刀なんですって。確かにそれは神社とかの関係者っぽいですね。千葉さん、雰囲気あるものね。